疑心暗鬼になる必要はありません。私があなたを助けます。いらっしゃい。ようこそホテル剣山東樹へ。え、なんで？おお、レイムじゃないか。キュートで会うなんて奇遇だな。どうしてあんたがここに？妖怪の里はどうしたのよ？ああ、妖怪の里は母校のやつに任せてきたよ。どうしても地底の様子が気になってな。こうして様子を見に来たというわけさ。しかしキュートの連中は肝が据わっているというか、そこまで危機感を感じていないようだな。みんな酔っ払っていて、今がどういう状況か分かっていないだけじゃないの？さあ、それはどうだろうな。それにしてもどうしてあんたがこんなところで宿屋を営んでいるのよ。私はもともとここの宿泊客だったんだが、ここの連中に鬼の四天王の一人だと勘違いされてしまったみたいでな。気づいたらここの経営者にさせられていたんだ。それはなんというか災難だったわね。まあいろいろと融通を聞かせてくれるおかげで居心地はすこぶるいいな。せっかくの機会だし、もう少しキュートに居座ってここの治安や政治なんかを観察していくことにするよ。キュートの平和はこの鬼の四天王が一人、上白沢経理に任せておくといいぞ。あんたのその格好はコスプレなんだから、正体がバレないよう気をつけなさいよ。疑心暗鬼になる必要はありません。私があなたを助けます。お、白霊の巫女がキュートをうろついているなんて珍しいじゃないか。お、本当だ、レームがいるぞ。おーい、レーム。うわ、面倒なのが二人もいるし。どうしたんだい、こんなところで。また迷子にでもなったのかい。
さいわね。野暮用よ、野暮用。大方地底の異変について調べに来たんだろ。遠路はるばるご苦労なこった。ん、なんかあったっけ。お前は最近まで地上にいたから知らないかもしれないが、なんでも地上にあるなんとかって塔が地底に向かって伸びてきているそうだよ。おー、それは怖いな。例も気をつけろよ。ったく、大変なことになってるっていうのに、あんたらはのんきなものね。私たちだけじゃない、キュートの連中はみんなそうさ。先のことよか今のこと。さあ、あんたも一緒に飲んで歌って楽しもうじゃないか。そうそう、地上の神社もいいけれど、キュートにはキュートの良さがある。あれ、酒がないぞ。おい、新しい酒はまだか。付き合ってらんないわよ。おや、珍しい、司令殿の主じゃないか。こんにちは。本日はお日柄もよく。心にも思ってないことなんざ言わなくていいよ。そうですか。それは面倒がなくて助かります。まあまあ、そんなノーガードな会話してないで楽しくやろうよ。あんたもせっかく酒場に来たんだからさ、飲もう飲もう。まあいいでしょう。そういや、風の噂で聞いたんだけどさ、あんたの住処は今異変に巻き込まれてるんだってな。お、帰るところがないなら白霊神社に来るといいぞ。飯にありつくことは難しいけど、寝床や酒はあるからな。そんな心配は無用です。異変は必ずこの私が解決してみせます。ヒュン、かっこいいね。よっしゃ、成功を祈って今日は飲みまくるぞ。あの道、飲むだけじゃないですか。疑心暗鬼になる必要はありません。私があなた、thank you.
いらっしゃい。ようこそ降臨堂へ。毎度あり。鍛冶屋頑固一徹へ。うん、ゲゲ、なんでキュートに白霊の巫女が。どこにいようと私の勝手でしょ。そんなことより、なんで妙蓮寺の尼さんがこんなところで鍛冶屋をやってんのよ。私は尼さんじゃないし、鍛冶屋もやりたくてやってるわけじゃないわ。私たちが鍛冶屋を営んでいるのは、あくまでも地底での滞在費を稼ぐためであって、目的は他にあるのよ。何よ、目的って。どうする、うんざ。うん、そうだね。やましいことは何にもないもんね。また一人でブツブツ言ってるし。違います、雲山と相談をしていたんです。ですね、私たちが地底に来たのは、ある鉱物を探すためなんです。ふーん、鉱物ね。あんたらって千年ぐらい地底に封印されていたんでしょ。目的があったとはいえ、よく戻ってくる気になったわね。そりゃ私たちだってこんなところには戻ってきたくなかったけど、長いこと封印されていたせいか、悲しいことに地底やキュートの雰囲気ってやけに落ち着くのよね。資金や情報も集まるし、まさに一石三鳥って感じなのよ。確かに理にかなってるわね。それで儲かってるの。ええ、まあこうして店を構えられる程度には。ならただにしなさい。え、あんたと私の仲じゃない。
それなりに儲かっているのなら、私のお代をタダにしたってやっていけるでしょう。ちょっと、何を言っているんですか。私とあなたの仲って言っても、そんなに親しくはないですし。この間なんて、私たちのこと退治しようとしましたよね。ただの仕事に魂は込められんわ。わしは仕事も信念も頑固一徹じゃい。と雲山も言っています。うっさいわね。あんまり舐めた口を聞いてると除湿器を設置するわよ。ごめんなさいごめんなさい、それだけは勘弁してください。雲山が言っています。はあ、もう仕方がないわね。そこまで言うならお代は払ってあげる。その代わりお代以上のいい仕事をしなさいよね。はい、それはもう任せておいてください。しばらく来ないうちに知らないお店が増えていますね。いらっしゃいませ。お連れ様ですか？はい。私の名前は、コメージ・サトリ。キュートより地底にある地霊殿。そこの主をしているものです。地霊殿。封印されていた時に、噂だけは聞いていました。今後とも、よろしくお願いしますね。それは、どうなんでしょう。鍛冶屋にお世話になる機会なんてあまりないと思いますが。いえいえ、世の中何が必要になるかわからないものですよ。先日もショコラの原料にすると言ってナイフを鍛えに来た珍客がいましたし。え？まったく、世の中にはおかしな奴がいるもんじゃな。と、雲山も言っていました。まさか、あのショコラは。いらっしゃい。素材直売店天狼屋ですよ。さまざまな素材を扱っていますので、ぜひ見ていってくださいね。へえ、素材だけを扱うお店なんて珍しいわね。人間だ。それも白霊の巫女。何怯えてんのよ。別に取って食ったりはしないわよ。
それが人間が妖怪に向かって吐くセリフなの。やっぱり人間って怖いわ。地上の妖怪がこんなところで何やってんのよ。私たちは草の根妖怪ネットワークを駆使して各地で手に入れた素材を販売しているのよ。地上で集めた素材を地底の人に販売するのが私の役目。もちろん地底で手に入れた素材も販売していますよ。あなたもぜひ利用してくださいね。ふーん。あ、この薬草、犬の毛がびっしりとついてるわよ。え、私の毛？嘘。冗談よ、冗談。妖怪に向かって冗談かますとか、人間怖いわ。あら、素敵な素材屋さんですね。ちょっと見させていただいてもよろしいかしら。はい、どうぞ。なんだろう、この人と話していると心臓をつかまれたかのように胸が苦しくなる。それは恋なんじゃありませんか？え、恋？っていうか心を読まれた？私はあなたのような子にとても興味があります。突然そんなこと言われても心の準備が。大丈夫ですよ、私がちゃんと可愛がってあげますから。ダメ。他のペットたちと同じように。ペット？あら、私のペットでは不服ですか？いや、考えさせて。いえ、結構です。残念です。あなたが地霊殿に来てくれたらみんな喜んでくれたでしょうね。でも本当に可愛い子。疑心暗鬼になる必要はありません。私があなたを助けます。
陰陽丹、陰陽丹。疑心暗鬼になる必要はありません。私があなたを助けます。